アーロン・ルッソは、アメリカ合衆国の映画プロデューサー、映画監督、政治運動家。日本語では、アロン・ルッソ、アーロン・ラッソ等とも表記。ニューヨーク・ブルックリンク生まれ。24歳の時にナイトクラブを開業し、レッド・ツェッペリンの米国初公演を興行。その後も、グレート・フル・デッド、ジャニス・ジョプリン、ザ・フーなど60から70年代を代表する。 ロックアーティストのステージを相次いで打ち、彼らの人気確率に貢献する。27歳の時には、映画プロデューサーに転身。ベッドミドラー主演、ローズ、エディ・マーフィ主演、大逆転等を手掛け、特に、ローズでは、アカデミー賞の主演女優賞、助演団優賞、音響賞、編集賞の4部門にノミネートされる成功を収める。その後の活動は徐々に、 政治色を強めることとなり、2004年にはリバタリアン党から大統領選に立候補する。2006年にはドキュメンタリー映画、アメリカ自由からファシズムへを自ら制作、監督。同作では連邦準備銀行が政府機関ではない民間の銀行であり、そもそも中央銀行の存在自体、合衆国憲法に違反していると主張した。 さらに、所得税は、連邦準備制度の設立の結果導入されたもので、FRS を廃止すれば、直ちに不要になると説いた。2007年8月24日、暴行案により死去。アメリカ自由からファシズムへ、が話題となった後、ルッソは、ジャーナリストのアレックス・ジョーンズのインタビューに答え、その中で旧知の友人ニコラス・ロックフェラーとの会話の内容を披露した。 ルッソによると、ロックフェラーはアメリカ同時多発テロ事件の11ヶ月前の時点で、米国でアフガニスタン侵攻やイラク戦争のきっかけとなる事件が起こることをすでに予告していたという。そして、ロックフェラーは同時にその事件及び後に起こる米軍侵攻のすべてが巨大なデっち上げであるとも語ったという。この会話を発表した半年後、6年前から患ずっていた。 暴行癌により、ルッソは死去した。トークショー司会者のアレックス・ジョーンズは、アーロンが、密かに、自分はずっと脅迫されていたから、癌は、攻撃によるものと思うと語った、と明言した。http:/www.youtube.com/.watch, v コール言い訳リハーツックスハット、ヤフーグループ、タップカホー掲示板。 2013年5月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2007年7月21日閲覧。ジャパンハンドラーズと、国際金融情報、ニコラス・ロック・フェラーって誰だ ?http://www.dcsociety.org/.2012/.info2012/.1206102HTML。 ありがとうございます。